んとか。どうするシルク、このままじゃ持たないぞ。フィオルン、本当に僕らを忘れてしまったのか。哀れなものだ。なまじその力さえなくばこの鬼神界まで乗り込んでこようとは思わなかったであろうに。アポクリファ展開。お前は何だ。おいおいおい、どうしまったんだよ。モナドは危ない。シュルク、大丈夫。待ってろシュルク。フィオルン、もうやめるんだ。シュルクが、お前を助けに来たシュルクがこんなに傷ついているんだぞ。聞こえているのか、フィオルン。逃げてください。フィオルン、フィオルン、いや、君は逃げてください。この機体は操られているのです。操られて、まさか奴に。驚いたものだな、ベイスとされたホムスにこのような力があると。エヒル、フィオルンに何をした。元より全ての鬼神兵は我が支配下にある。搭乗者が歯向かうなら我が制御で従わせるのみ。なぜホムスを鬼神兵に取り込むんだ。なぜホムスに巨神界を襲わせる。知りたければお前も我が配下となるがいい。鬼神界の体で巨神界に攻め込むとき、その行為の意味するところを教えてやろう。ふざけるな。誰がお前の配下なんかに。無理をするな。今は脱出することを考えろ。でもあそこにフィオルンがいるのに。ここで倒れたら助ける機会は永遠になくなる。どうした、モナドが使えない貴様らに勝利する可能性も脱出する機会も残されてはいないぞ。畜生、モナドが使えなくなったのはやっぱりお前のせいか。モナドはこの世界を構成するエーテルの波動を制御する器物ならば、相反する波動にて相殺することはたやすい。そんなことが。問答はここまで。モナドを渡してもらおう。もはや貴様には無用の成仏。断る。本当にモナドが無力ならお前が欲しがることもないはずなんだ。絶対に渡すことなんてできない。ならば我が拳に貫かれるか、窮地の者の手にかかるか、選ぶがよい。エギル。